こんばんは、こんにちはかな。本日も資格のおすすめのお時間がやってまいりました。今日はファイナンシャルプランナーのお話をしようと思います。今日はね、あれですな。香りの余韻タイプ、金麦、飲んでまーす。ファイナンシャルプランナーよく聞くと思うんですけれども、何の資格かなと言いますと、まあお金の資格ですね。お金をいかにうまく運用するかとかね、無駄な税金とかを国に取られないようにするにはどうしたらいいかとか、まあそういうお勉強をする資格だと思います。で、私がね、まずね、簡単にさらっと、なぜ私がファイナンシャルプランナーの勉強を始める羽目になったかと言いますと、私ね、今年の2月から、何を間違ったか、金融系の会社に、働くことになりました。うまく潜り込んだのはいいんですが、結構な大手でございます。周りがね、多分経済学部とかね、法学部とか、そういうところ卒業した人ばっかりがね、ウェーっと集まってるわけですよ。なので、本当にね、間違って勢いでこう、スッと入っちゃったんだけど、潜り込んだはいいんだけどね、結構、話ついてるのが大変なんですわ。何言ってるかさっぱりわかんない。で、日本語を喋ってるんだけど、日本語の意味がわかりませんっていう感じでね。で、もっと言っちゃうと、自分がね、何がわからないかもわからないっていう、そういう世界に入ってしまいました。でね、あんまりね、この辺の話はね、間違って今の働いてる会社の人に、本当聞かれたくないんだけど、正直言って、なんだっけ、NISA とか、iDeCo、もう、わかりませんでした。なんか NISA って芸能人とかね、それMISIAだよ、みたいな感じ、一人ツッコミを心の中でしてたんだけど、で、iDeCoって、iDeCoもさ、iDeCoってなんだそれ、iDeCo、なんだ、お菓子、みたいなね、やばい、ついていけないとかって、この皆さんのその流行りの言葉についていけないとかって思うぐらい、本当に全くそのファイナンシャルとか金融系に関してはど素人でございました。で、どれぐらいのレベルの人がファイナンシャルプランナーを受けたかっていうのを、まあ知っていただくためにね、最初にその会社に入って、やばいと思って最初に買った本がこれです。超入門書、投資信託の超入門書。これでもう付箋だらけなんだけど、もうね、付箋を貼る元気もなかったね。初め一目でわかる投資信託の特徴とかね運用はプロ任せて。ちなみにどんなところに付箋がついてんのかな。インデックス型が初心者向きとか書いてるね。分配金の回数のこと書いてる。もうさ、冗談抜きで分配金が何かも実はね、わからなかったんです。こういうのを一応読んだんだけれども、これでももうちんぷんかんぷんなの。で、さっぱりわかんないし、とりあえず、お金、金融系、ファイナンシャル、みたいな感じでね、よく聞くファイナンシャルプランナーっていうのを、なんか、お勉強したらね、こう、自分の知識がこう整理して頭にスッと入るんじゃないかなと思って、それで3級の試験を受けることにしました。で、実はね、実際にその3級の、試験を受けようって思ったのが、3月ぐらいだったかな。ファイナンシャルプランナーの試験申し込みしたのが3月。で、試験が5月だったんだけど、実質、ファイナンシャルプランナー3級の試験の勉強は、多分1ヶ月ぐらいやりました。で、この、そんなに金融系のこと何も知らないのに1ヶ月で受かるのって思ったら、ちょっとこれにはからくりがあって、私はその前の年に行政書士試験を受けて受かってるんです。だからまだその知識がね、ちょっとこう残ってる時に、ファイナンシャルプランナーのその勉強に入ったので、少しその時の勉強が、なんて言うんだろう、
ちょっと生きてるところがあるので、例えば相続とか、あと不動産系のところとか、その辺に関しては、その前にもともと知識があったので、新たに勉強する必要はなかったの。だから、1ヶ月ぐらいの試験で、まあ合格できたっていう感じなのね。これいろいろね、科目があるんだけど、今ね、手元にあるのはね、これ2級。FP2 級の問題集も今見てるんだけど、まあこの FP と理論とかね、この辺はね、ザザッとやればね、なんてことはね、できるんだよね。で、ライフプランニングの手法とかも、まあまあ3級レベルだったら絶対にいける。っていうのもあれはね、選択問題だから、全部が全部覚えてなくても、なんとなくこれだよなっていうので、いけます。社会保険とかの科目もあるんだけど、実はね、社労士の試験も受けようと思って、社労士の試験もね、2年ぐらい前にね、1ヶ月か2ヶ月ぐらい、ちょっとね、本を買ってやったことがあるの。だから、その時の知識も、まあ、少し残ってるっていうのがあって、それで私の場合は1ヶ月で合格しました。でね、2級に関しては、本当その後すぐ申し込んだんだけど、9月の試験だったのかな。え、今年ほら、オリンピックがあったじゃない。オリンピック忙しかったんですよ、私は。もうやれ、今日は応援とかね。いや、マラソンの応援で札幌行かなきゃとかさ。今日は開会式だから家にみんな呼んでパーティーしなきゃとかね。すごい忙しくって、全然ね、お勉強する時間がなかったの。多分ね、実質2週間かな。で、2週間しかなかったんだけど、1週間過ぎたあたりに、これはちょっとやばいなっていうのに気づいて、実技の試験はね、もう捨てました。で、これからね、試験受ける人にも一言、アドバイスですが、学科と実技っていうのは分けて受けることができます。で、もちろん一遍に申し込んで一遍に受かるのが一番楽なんだけど、ちょっとね、これ二つ受けると、やばいんじゃないっていうかね、ちょっと共倒れになるんじゃないっていう時は、一点集中にするのもね、一つの方法だと思います。で、私は、ファイナンシャルプランナー2級の試験に関しては、これはね、実技、ちょっと怪しいなと思って、実技はもう、勉強するのをね、やめたの。まあ、やめたっていうか、そうね、全然、開かない。で、それは学科だけでも受かんないと、どっちも落ちちゃったら大変だから、学科を集中的にやりました。で、学科を集中的にやった結果がね、これなのね。じゃーん。ここにね、一部合格って書いてるじゃない。一部合格なのね。で、ここだね、学科。で、こっちが、実技。不合格なんだけど、点数見てください。59点だよ、59点。あと1点なんですけどって感じ。腹立つわ、本当に。あと1点でさ、合格だったわけよ。なんなんだ、この1点はっていう感じなんだけどね。でも考えたらですよ。一切、実技の、ページは、一切開かなかったのに、59点。ってことはですよ。次の試験、1月なんだけど、今度は実技を集中的にやろうと思ってんだけど、こんな1週間で合格すると思いませんか？そんな舐めたこと言ってたらね、落ちちゃったのかっこ悪いんだけど。ということでね、次の1月に私は実技試験にチャレンジします。で、いつもこう、なんて言うんだろう、終わってからね、この試験はああだったこうだったっていうのが多分、これからもそういう話が多くなると思うんだけど、今回のファイナンシャルプランナーの実技に関しては、リアルタイムで、実況形式でね、やっていこうと思います。なので、これから勉強します。必勝法はだからないね。もうとにかくやるしかないね。まあ、今は12月26日。試験が1月の28日だったかな。あ、1月23日だ。なので、約1ヶ月あります。この1ヶ月をどうやって使って、試験合格に導くかということでね、今日は計画を立てるところだけやろうと思います。
まあね、お正月はさ、勉強なんてしたくないわけじゃん。なので、今日は日曜日です。ほいでね、まあそうね、明日は仕事でしょ。明後日は、有給取っちゃってんですわ。明後日ちょっと1時間ぐらいやろうかなって感じね。28日は1時間。FP1 時間勉強って入れましたよ、これ。イベントで。で、29、30は在宅ワーク。なので、29日と30日の、在宅ワーク終わった後、30分やるかな。まあ、11時間にしとくか。もうこれでね、3時間でしょ。ほいで、30日、1日、2日は、まあ、やらないとして、3日ぐらいになると暇になってくるんじゃない？あんまり長く勉強しないと、勉強するね、癖がね、つかないからね、したくなくなっちゃうの。だからまあ、1月3日からでやりましょう。1月3日はね、そうね、10時ぐらいからやろうかな。これでね、もう4時間ですよ。8と9。だいぶ入りましたね、これでね。今年は3時間やると。年明けて、1月3日、8日、9日の土日、15日の土曜日、1、2、3、4時間。これで7時間ですよ。16日の日曜日は、8時間ぐらいやろうかなと思ってますね。そしたらもう結構じゃない？これでね、15時間です、全部で。で、あとはそうだね、試験の前の週は、帰って、仕事から帰ってきたらね、毎日1時間ずつぐらい勉強すると。で、やれば、6、7、8、9、10、20時間ぐらいはできるってことだね。そう、20時間。で、この20時間で、なんとか実技試験の、形を作ると、ものにしようと。いう計画を今立てました。まあ、あとはね、細かい計画を立てて、どんどんその通りにやればいいんですよ。こんなんね、やればなんとかなる。そもそも私がね、その学科試験で止まっちゃった。なんか、ちょっと先に進まなくなったのがあって、これなんだよね、PR とかさ、なんか、PBR とかっていうのがあるんだけど、株価収益率とかね、そんなやつ。まあほら、普通にさ、公式をね、まあランチしちゃえば別に暗記はできる。できなくはないんだよ。3つぐらいしかないから。だからね、その数字のね、意味するもの、何を考えて、何を出したいのっていうかさ、その数字の意味を考えてたらね、こんがらがっちゃいましてね。それで、なんか実技試験のね、試験のその問題、先進まなくなっちゃったんでね。なので、年末年始はね、ここをちょっと掘り下げて、自分なりにちゃんと理解をして、そう先に進めたらいいなと思ってます。ちゃんと理解できたらね、ここで皆さんに教えてあげられるぐらいになれればいいなと思っております。ってことでね、本日の話はここまでです。で、実際に、これから、そのファイナンシャルプランナー2級の、実技の試験、やっていく、その様。で、実際に試験会場について、やる、まあまあ、直前まで試験の中では撮影できないけど、で、それが受かるか、ダメか、どこまで、ちょっと、これで撮り続けていきたいと思いますので、よろしければ、お付き合いいただければと思います。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日はこれにて終了。また会いましょう。それでは。